しょ神奈月の神チャンネル、いやジャブとワンツー、腕出たんで、はい、最後にじゃあスパリングします。もう早くない？これがジャブ、基本の。こんな早く打てる？だから天竜になっちゃう。払いすぎだよ。そんで、打ち返るね。あ、いや、めちゃめちゃいいよ、すると。そのいきなりはさ、無理じゃん。俺は素人だし、はい、殴られたことないから。なんかハンデもらえますか？それはハンデもらうよ。ハンデ。あ、ハンデ。あ、でも、あの、パンチなし。あ、僕はディフェンスのみで。あ、威嚇だけ。あ、オッケーですから。顔はダメ、顔は。わかりました。威嚇だけ。オッケー。腹か。腹、まあ、威嚇で、まあ、触る程度で、じゃあ1ぐらい、 10段階で1ぐらい、1で1ぐらい、わかりました。で、一発で混ぜたら、じゃあ勝ちでいいか。あのさ、世界チャンピオン舐めてる。当たるわけがないよ。いや、だから1回で負けたらスラム神さんの勝利という。ああ、そうですね。僕の公式衛生成績ね。両手使っていいですか？そもそも両手使っていいですか？あの、チャンピオン、はい、まあ、触る程度の、僕、右利き。右利きでしょ。はい、カンカンですね。じゃあ、左なし。わー、前の手なしで。そう。来るもん。OK ですか？わかりました。で、ワンラウンド。1ラウンド1分で。ワンラウンドのうちに。1分でいいですか？あ、1分でいいです。1分、1分。はい、1分。1分で、あ、1分、これもう体力ないから。1分で、1分のうち一発でも当てれば、一発でも当てたら勝ちです。勝ちね。俺は何発でも食らってもいい。食らってもいい。食らってもいい。食らっていいんですか？食らってはいけない。だから俺はもうダウンはもうダメってことでしょ。まあ、ギワットと一緒ですね。うん、体重差で言うたら、当たったらパンチでかいですよね。いや、もう危ないです。いきます。はい。しょ。残り30秒。当たり前だけど。いや、ちょっと最初は動きはふざけてたけど、いや、結構やったよ。はい、フックがぶってきたんで。行ったよね。はい、結構こう行こうとして、下行こうとしたよね、俺ね。はい、でもやっぱモーションが大きいんで。ああ、やっぱり打ちますよっていうモーションで来てくれるんで。そうか、俺打ちますよ。まあ、そうだよね。モノマネとかもやりますよ。後ろ向いて、やりますよ、井上陽水みたいな。わー、これもう嬉しいな。これ、俺もうダメだな。親父ファイト無理だね。もう、もう無理。無理かもしれない。どうですか、ボクシングちょっと経験してみる。いや、やっぱり、これだけ1分しか動いてないのに。実際は3分する。そうでしょ。
1ラウンド持たないよね。いやでも本当に全力でいくわけでしょ。そうですね。しかも世界戦は12ラウンド。12ラウンド、はい、すげえやつでしょ、あいつ。すげえやつです。いやすげえ。あのモノマネやらせてごめんね。いや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 、めちゃめちゃいい経験させていただきました。俺やらしちゃって今後悔してんだよ。いや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 、チャンネル見てる人、お前ふざけんなよ、カンナスキやらせんじゃねえよって言ってるんですよ。期待チャンプだぞって言ってるかもしんない。いやでも本当に僕はすごいお笑い大好きなんで。本当めちゃめちゃいい経験させていただきました。じゃあまた次回コラボするときは、はい、いろんな小道具持ってくるんで。お願いします、まあ、ぜひ。あとこっからはオリジナルを期待してますから、オリジナルモノマネ研究しておいてください。研究しておいてください。俺もその間になるべくあのワンツーの打ち方、打ち方を、やっぱお尻、お尻ダメダメですね。いやお尻入れちゃった。次回2分。あ、OK です。2分で。次回あるんですね。次回あります。あるんですね。いつか。なんかね、なんか合うんだよね。いや本当に合うんだよ。一つ一つのネタが面白い。うわめっちゃ嬉しかったな。もう楽しかったです。いやいや、ありがとうございました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。じゃあカメラに立って。いやいや、2人で。ぶっちゃけどうですか、体力的に。ぶっちゃけぶっちゃけしんどいっすよ。はい、こんにちは。動画をご覧の皆さん、高評価そしてチャンネル登録お願いします。なんちゃって、また外れちゃったよ。